それから、わ خرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا أنه قال、الطبراني というハディス学者が、イブナ・アッバス様、預言者の様のいとこです。おじ様の息子にあたる、イブナ・アッバス様にまで遡るものとして、言われたと、預言者の様の言葉として伝わっております。ما من صدقة أفضل من ذكر الله عز وجل。サダカはありません。それ以上に優れたサダカはない。アッラーのディクル、アッラーを思い起こすこと、至高のアッラーを思い起こすこと以上に優れたサダカはありませんと。ということで、ディクルというものがいかに大切か。このディクルというのはアッラーを思い起こすことを言うわけですが、それには様々なものがあります。この今日のハディスでも挙げられているスブハーナラーということであったり、アッラーをアクバルということであったり、アルハムドリッラーということであったり、ラ・イラハ・イン・アッラーということであったり、預言者のアマ様に祝福を祈ることも、立派なディクルの一つです。また、コロアンを読み上げることは最良のディクルとされます。そして、そのディクルを私たちは、言葉で唱え、体で体現するのが、善行、その良い行いとして、実践されていくわけですね。別の伝承に、最良の定かとはムスリムたる人が何か知識を覚えてそれを同胞に兄弟に教えることですといったようなものもあります。ですので皆さん、さまざまな専門分野があるでしょうが、何か良いためになることを、勉強してですね、それを同胞に分かち合うことも立派な定かになるわけです。そしてこのハディスを解説しているイブヌ・ラジャム先生というのを先ほど挙げましたけれども、その先生がまとめておられるのは、善行定かチャリティには2通りあります。一つは自分のところでとどまるもの、自分のところでとどまるもの、それがいわばその口だけでされるそのリクルとかそういったものですね。スブハンナラーと言われたり、アハンドリナーアッラーアクバル、自分のところでとどまるもの。もう一つは自分を超えて他の人に影響を与えるものです。他の人に影響を与えるもの、他の人に影響を与えるものはまた二通りあって、一つはまさに良いことですね。良いこと、良いこともまた数え上げたらキリがありません。食事を施す、提供するのも本当にただ立派な定かですし、お金とかその助けてあげることも立派な良いことですし、その道案内をしてあげることも立派な定かですし、さらには微笑みかけることすら立派な定かですね。確か今テレビが伝える現象で、وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقًا。 あなたの微笑み、あなたの兄弟姉妹、兄弟に微笑みかけることはあなたにとっての定かになりますということで、微笑みかけることも立派な定か、善行なわけです。一方、もう一つの、その他の人に影響を与える定かとしては、悪い影響を与えないと、その防ぐ、一方が良いことを与えるものであるとすれば、もう一方は何て言いますか、引く側の善行と言いますか、害を、迷惑をかけないという施しもあるというわけです。何か、害を受けているのがあれば、それを防ぐ、あるいは最低限自分が迷惑をかけないというのも施しになると、それは言われます。